さて植物が根から吸収した水分は導管を通って茎そして葉へと運ばれていきますでは葉まで運ばれた水分は一体どうなるのかなもし葉にどんどん溜まっていったら葉が水風船みたいにブクブク膨らんじゃうよねそうならないってことは何かしらの形で葉から水分が出ているんじゃないかと考えられますこれを確かめるためにまた実験をしてみたいと思います はい、また放線を使いますこういう風うに放線花の葉の部分をビニール袋で覆ってギュッと縛りますそうするともしこの葉から水が出ているんであればこのビニールの内側に水滴がつくはずだよねこうやって葉から水分が出ているのか確かめてみようと思いますこれ葉から水が出ているのかっていうのを確かめるために 比較としてこういう風に歯を全部取ったものにもビニール袋をかぶせておきます同じようにして、この2つで内側がどうなるかっていうのを比較します。ちなみに、この実験は気温の高い、よく晴れた日にすると結果がよく分かりやすく出ます。さて、この2つ時間を置いてみたら、こういう風になりました。はい、え、を残した方は内側が水滴で曇ったんです。 この図のようにビニール袋の内側が水滴で曇ったんです。そして葉を取った方についてはこういう変化はありませんでした。このことから葉まで運ばれた水は葉から出ていったと言えそうです。実は根から吸収された水分というのは葉まで行った後水蒸気として体の外に出されているんです。じゃあその水蒸気葉のどこから出ているのでしょうか。次の図を見てください。 これは葉の裏側の皮を剥がして拡大した図ですなんか唇みたいな形がたくさんついているよねこの唇のような部分の中央ここには小さな穴が開いていますこれは気候と呼ばれていますこの穴気候から水分が水蒸気として外に出されているんですそしてこのように植物の体から 水が水蒸気となって出ていくことを蒸散と言います。水蒸気の上に「チラス」という字で蒸散ですこの蒸散によって植物は体の外に水を出しているんですそして実はこの蒸散によって葉から水が出ていくことでこうやって葉から水が出ていくことで根から水が逆に吸い上げられるちょうどストローのように吸い上げられてす。 いるんです。今回は水の吸収に関係する植物の体のつくりについて見ていきました植物の根から吸収された水は導管をそしてこの葉にある小さな穴気候から水蒸気として外に出されるんだったねこれが蒸散でした。この水の流れっていうのはどんな植物でも起こっています 例えばこの写真すごく大きい木だよねこの木でもやっぱり同じ水の流れが起こっていますこの木の下には根っこがこういうふうに生えていてこの根から水分は吸収されますそしてグっと葉まで運ばれていった後最後は水蒸気として葉にある小さい穴気候から体の外に出ていくんですこれが蒸散だったよね 植物の体の中で水はこういうふうに運ばれているんです。